日野洋治役の赤澤智です。そうですね、サラリーマンに対しては結構ネガティブなイメージしかなくて、僕は通勤ラッシュとか満員電車とか残業とか有給取れないとか、なんかそういう結構マイナスなイメージをずっと持ってはいるんですけども、すごい地元の友達に仲良い友達が2人になってるんですけど、週末とか飲みに行ったり、その週末に何かを予定立ててそれに向けて頑張ってるっていうか、その日々のその嫌なことにそれに向けて頑張ってる姿はなんかちょっと羨ましいなって思うこともあったりします。そうですね、川尻さんは僕こうお仕事させてもらうのは2回目なんですけど、相変わらずと言いますか、なんか全然あれなんですよね、怒らないというか、小学5年生がそのまま大人になったみたいな方だなと僕は思っているので、相変わらずふわふわした雰囲気と、その面白いことをすごく楽しそうに話す姿がとても印象的で、台本的なのが楽しみだなと思って接してました。あとは松井くん、僕共演したことはないんですけども、その舞台見に行った時とかにご挨拶させてもらったままの印象で、まだちょっと本当はどういうキャラクターなのかなっていうのはつかめずに行ったんですけども、でもいい人そうで安心しました。陣内さんも、今回初めてなんですけど、そうですね、あんまり良くはなかったかな印象、なんかビデオズーム会議したんですけど、なんか自分の言いたいことをバンバン言ってあんまりそう仲良くなれるかなっていう印象はあったんですけど、まあ仕事なんで頑張っていきたいと思います。はい、はい、そうですね、このように本当にオフィスのようなスタジオで撮影させていただいて、いろいろイメージも湧いたんですけども、あと今日プロットを読ませていただいて、一人で読んだんですけども、それだけでググって笑えるポイントが結構あって、これがどうやって、台本になってみんなと作っていって、で今からとてもすごく楽しみです。まあいろいろなんかね、なんか笑顔で、いることが難しい世の中かもしれませんが、それを吹き飛ばすような笑えて幸せになれる作品になったらいいなと思ってますので、安全に楽しめるように頑張りたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。